表彰台に上る案、プーチン大統領から勲章を受ける案。ビクトル・アンは、ロシアのショートトラックスピードスケート選手。韓国ソウル特別市出身で、県名は、アン・ケンシュ。日本語の表記では、名前は、ビクトル、ビクトル、ビクトールなどとも書かれる。2006年トリノオリンピックでは3つの金メダルを獲得。 世界ショートトラックスピードスケート選手権大会は2003年から5連覇を達成した。この功績により兵役を免除されている。その圧倒的な強さにより韓国ではショートトラック工程の異名がある。2008年には膝の故障に苦しみ2010年バンクーバーオリンピックへの出場は逃した。同年には所属していた城南市長。 スケートチームが解散し、2011年4月には、韓国国家代表選抜戦からも脱落した。所属チームもなくなり、韓国ではピークが過ぎた選手との評価がなされた。また、韓国では、兵役特例を受けた選手は5年間外当分野に携わらなければならないため、リハビリを続けながら、それを達成するのは難しかった。 アンはこのためスケートに専念できる環境を追い求めるため、ロシア国籍の取得を決断、2011年12月29日にロシア国籍を取得した。ただし、アンと韓国スケート連盟との間には、不和があったこともアンがロシアへの帰化を選択した要因の一つとされる。なお、韓国は二重国籍を認めていないため、アンはロシア市民権取得と同時に、 韓国国籍を喪失している。また、アンがロシア国籍を取得した原因は差別や不正、いじめなどによるものである。これに関し韓国の朴槿恵大統領はアン堅守選手の問題が派閥主義、足の引っ張り合い、審判の不正など、スポーツ界の底辺に根ざす、不条理と構造的な乱脈によるものではないか、振り返る必要がある、ショートトラック選手として、 最高の実力を持っているが、我が国で自身の夢を広げることができずに、他国で選手活動をしている理由は何かと調査を命じた、コメントをしている。その上で、選手を発掘するということにおいて差別する指導者は、立派な人材の力量を指導させて、韓国の体育競争力を自ら引き下げている、文京体育部は選手たちが実力通りに評価されるシステムなど、 体育不正を必ず根絶できる対策を整えてほしいと述べた。ロシアに帰化した後、アンはリハビリも順調で、調子を取り戻し2014年ソチオリンピックのロシア代表に選ばれた。2014年1月20日、ドイツのドレスデンで行われた欧州、選手権大会では四冠王、そして総合優勝を達成している。ロシアに帰化した後の案は、 韓国時代より強くなったという評価もあった。なお、アメリカのアッポロ・アントン・オーノも、アンのことを、世界で最も美しいショートトラック選手と、称賛している。2014年2月10日ソチオリンピックにおいてアンは、男子1500メートルで、銅メダルを、2月15日には、男子1000メートルで、金メダルを獲得し、ロシア勢としては、ショートトラック競技で、初のメダリストとなった。 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はアンをロシア代表選手として真のオリンピアンにふさわしい姿を見せてくれたと称賛した。2月21日には男子500メートルと男子5000メートルリレーを制し、東急リンピックのショートトラック選手としては最多6個目の金メダルを獲得した。2014年3月17日、アンは カナダのモントリオールで行われたショートトラック世界選手権大会に参加、総合優勝を果たし2007年以来7年ぶりに世界王者となった。帰化後の名前であるビクトルは旧ソ連のロックバンド機能のボーカルで高来人のビクトルチェから取った。ジャパツがトレードマークである。2018年2月母国の韓国で開催されているピョンチャンオリンピックには、 ロシア選手団のドーピングに関与したという報道のため出場できない。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。案件種に関するカテゴリー。ありがとうございます。